ジュエリーリフォームのご依頼で、ダントツにご依頼数が多いのが、ダイヤモンドです。特に右の画像のような、昔流行った、鬼爪と言われる、セッティングの高いタイプの指輪のご依頼が多いです。今風のデザインにリフォームしたいのです。ここまでは普通の打ち合わせなのですが、ダイヤモンドを、すり替えられるのが心配で、と、おっしゃられる方が多くいらっしゃいます。ダイヤモンドのすり替えって本当にあるのですか？ここで有名な話を一つ、してみますね。2007年10月31日の毎日新聞で取り上げられた、ダイヤすり替え、東京高裁も認定、伊勢丹に賠償命令という記事。リフォーム依頼で持ち込んだ、ダイヤモンド 2.2 カラットの指輪について、キュービックジルコニア人鉱石にすり替えられたとして、依頼した女性が、慰謝料を求めたという、お話です。結果は、ダイヤモンドは、業者の保管中にすり替えられたとの判断でした。こんな事実があると、お客様としては本当に不安ですよね。この事件、ジュエリー業界では、このような推測がされています。あくまでも推測ですが、お預かりした時点で、キュービックジルコニアだった。にもかかわらず、お客様に配慮して、その事実を伝えなかった。おそらく 2.2 カラットもあるダイヤモンドが、キュービックならば、その場で、すぐにわかるはずです。いえ、すぐにわかります？上記は、あくまで推測です。しかし、帰ってきたダイヤモンドの傷に、疑問を持って伊勢丹に問い合わせたところ、ダイヤモンドではなかった。と知らされたそうです。こちらの事例、対応する側に、かなりの問題があることが、お分かりいただけたかと思います。当店が、お客様にお伝えしていること。まず、お持ち込めダイヤモンドの正確な情報を、お伝えいたします。弊社でも、キュービックジルコニアと判明したケースがございます。宝石を外した時に、爪の下から、欠けや傷が出てきた場合には、直ちに、お客様へご連絡いたします。当店が、自信を持ってお伝えできること。それは、すべての工程が、一貫しているということです。店内での製作はもちろん、弊社の提携パートナーは、全員、国家検定一級技能士の日本人のみです。そして、さらなる自信として、ジュエリー高は、工房を併設したアトリエ型ショップなのです。ジュエリーリフォームには、預かる側にも重大な責任があります。当店では、製作から先も見えるを徹底することで、安心をお届けしております。それでは、実際のジュエリーリフォーム例のご紹介です。継承リングをご婚約指輪へリフォームしました。お母様から継承されたダイヤモンドリングをご婚約者様のためにお仕立て直しいたします。大きな爪に高さのあるセッティングが見事に繊細なお仕立てになりました。緩やかなカーブとしのぎのあるラインがシンプルながら高級感あるオーラを出していますね。次に、婚約指輪をペンダントへリフォームしました。こちらは、お持ち込みのご婚約指輪、全く活躍する機会がなくなってしまったため、今流行りのペンダントへリフォームすることになりました。新たに、メレーダイヤを追加して、中心のダイヤモンドを取り巻くようにセッティング。チェーンは、直付けして、流行りのデザインにお仕立てしました。次は、マーキスダイヤで、ピアスへリフォームします。こちらはお持ち込めのファッションリングです。葉っぱ型のダイヤモンドが使用されています。規制の枠では対応できない、ダイヤのため、すべてオリジナルでご提案いたします。ダイヤモンドを縦につなげて、シンプルなピアスへお仕立てしました。市販品にはないデザインは、完全オリジナルで、制作する当店ならではの仕上がりです。リフォーム例のダイヤモンドは、すべてジュエリー、高の責任下において、厳重に管理されながら製作しております。分業で、流れ作業のように、様々な職人が手掛けるのではなく、一貫した、作業工程の中で、お客様の大切なルースを、お守りしております。
いかがでしたでしょうか。当店の魅力は伝わりましたでしょうか。当店のご予約はホームページまたは概要欄のリンクから受けたまわっております。この動画を見ていいなと思った皆様、高評価ボタン&チャンネル登録をよろしくお願いします。